今回は囲碁 AI の絶芸と AI のマスターとの二支局を見ていきたいと思います。黒番が AI のマスターで白番が AI の絶芸ですね。コミ6目半の二支局ということになりました。で、黒が星に打ちまして白がかかってここで 黒がなんと1手パスをしましたね。で白が2手連打したのでまあ実質互い戦みたいな状況になりましたねコミ6目半なのでまあここでほぼ互角の形成になりました。で黒つけて。白隅の方つけていた時に切りまして。 主張に抱えましたね。まあ、これ黒の厚みと白の実利という分かりになりましたね。で、またかかってきました。で、ここですね。この手が面白い手でしたね。これは右上の主張の逃げ出しを狙ってるんですね。ここ、付けから持っていくのが面白い手で。なんかこういう、こういうね、直接的な手とかも ありそうなんですけど。墨つける主張あたり。これちょっとね、初めて見る打ち方だったので面白いってかなと思いましたね。で、まあ、ここでね、取ってればね、一番手堅いんですけど、これは白、隅連打して、白もやれるということですかね。 ま、黒もね、このかかりで取りぐらい打ってれば手厚かったんですけどね。まあ、実戦は積極的ですね。で、ここに下がりましたね。まあ、ここは手を抜けないという判断ですね。まあ、ここで取るのは、この切る手がちょっと痛すぎるんですよね。まあ、黒を当てて、押しを打ちました。 で、かけ継ぎぐらいなんですけど、取られまして、まあ、隅黒字だったところが白地になってしまうので、これは字の出入りが大きすぎるんですね。というわけで、隅を受けましたね。で、ここで白が主張逃げ出しましたね。ちょっと人間、 残では早くも考えられない展開になりましたね。やっぱりこの主張の逃げ出しが相当厳しいので、ここ逃げ出されては黒がもうすでに、相当悪いんじゃないかっていうぐらいなのが人間の感覚なんですけど。まあマスターはこれで打てると見てるようですね。でさらに手を抜きまして。 で、白がさらに連打しましたね。やはり AI のこの特徴としては手抜きが多いですね。あの、囲碁の基本的な考え方として着手の優先順位っていうのがあるんですけど、一番優先すべきこと、まあ相手が何か打った手に対して一番最初に考えるべきことは手抜きなんですね。で、次に反発。手抜きが無理な時は反発する手を次に考える。 反発する手も無理な時は受ける手。このような順番で次に何を打ったらいいのかっていうのを考えていけばいいのかなと思いますね。なので基本的に手抜けるときは手抜くっていうのがいいのかなと思いますね。AI の語だと手抜き合戦になるんですね。手抜く手が多くなると。これ人間の語だとなかなかね、手抜くっていうのが難しくて、つい反発する手を 一番最初に考えてしまいがちなんですけど、実はこれ間違いで、反発する手よりも一番最初に考えるべきは手抜く手なんですね。これが、まあ、囲碁の基本的な考え方になるのかなと思いますね。まあ、ここら辺がやっぱり AI はうまいですね。で、この時に、切られた時に、まあ、黒ボロボロに見えるんですけど、当てを手伸びた手がいい手でしたね。 これに対して白は受けないといけないんですね。これ受けさせたっていうのがやっぱりいい手なんですね。これは、なんか曲がりたくなるんですけど、羽が先手で決まるんですね。これが先手で決まるので、切らないといけないので、またこの当たりが黒からの権利になりますので、まあこれで外側が厚くなるので、これ黒打てるんですね、意外と。 というわけで、これ非常に大きいとこなんですね。で、伸びが先手で決まって、押さえも先手で決まりましたね。まあ、これ受けさせたということで、意外とここ、黒石たくさん捉えたんですけど、捨て石になってるんですね。意外といい分かになりました。ここまで来ると、意外と黒も打てるということが分かるのかなと思いますね。で、AI のうまい、 打ち方としてもう一つあるんですけど、まあ、これで右下に大きな黒模様ができるんですけど、AI はこういう相手の字を荒らすのもうまいんですね。覗きから肩つきで。これもね、簡単に荒らしてしまうんですね。なんか、周り黒石だらけなんですけど、意外と飛びで簡単に荒らしてしまいましたね。で、また打ち込んでいきました。 でこれもうまいですね。まあ左辺も簡単に荒らしてしまいましたね。でここでいってかけましたね。白は手厚いですね。で黒が上辺入ってきました。で出て。上辺ですね。この時ですね。 このコスミ付きがね、人間にはない感覚でめちゃめちゃいい手かなと思いましたね。これ普通は飛ぶんですよね。こういうところ。次封鎖されては黒いけないので。飛ぶんですけど、飛ぶと隅受けられて、これ意外と大したことないんですよね。隅がしっかりした確定時になりますからね。なので、普通の手を打ってると良くないんですね。 まあかといって隅の方滑ったりするのは、これ例えば白がね、付ける手であれば意外と大したことないんですよね。これ伸びを打って、ぶつかって、まあ大ゲーマぐらいに滑っといて、これ上辺、いい形で黒、結構大きなえぐりなので。これはちょっとまだ白ここの弱点も残ってますから。これ意外と白大したことないんですよね。やってないんですよね。なんですけどこの場合は、 一回つけを打ちまして、ま、これは、取りぐらいですから。これ防止する手がね、ふんわり封鎖する手がいい手なんですよね。コスミに対しては、飛びで、いい形で止めれますから。なかなか外出にくいんですね。ま、なので黒は一気に行かないといけないんですけど、つけて、膨らみを打って、跳ねて、で、ここで伸びることができないんですよね。 伸びるとこちらに置く手がありまして、遮ることができないんですね。遮ると切る手があって、これ黒潰れてしまいますから。ぐのも渡られて、これは黒もまずいんですよね。なので、伸びれないので、こちらに凹むぐらいなんですね。まあ、ここで白が抑えを打つか、コスミで決めるかの選択になるんですけど、まあ、例えば、 押さえであれば黒コスミぐらいなんで、まあ手ぐらいと言っといて、まあ黒生きれるんですけど結構小さな木になりますので、まあこれなら白もまずまずかなといった感じなんですよね。まあ、この場合気がつきにくいんですけどコスミつける手が最善手なんですね。これは先手で間に合わせて、まあ先手で封鎖する手を防いで両方打ってしまうという手ですね。まあこれに対して隅を受けるのは これハネる手が非常に大きな手になりますから、これはちょっと白手抜きにくいんですね。なので受けることになるんですけど、まあ黒33まで入って両方打つことができまして、まあ少し黒がポイントを取ったのかなと思いますね、ここら辺では。まあただ形勢としてはやっぱり、 まあ、ここの三三に入って両方打つことができて、少し黒がポイント取ったのかなと思いますね。しかしね、形勢としては非常に難しい互角の勝負なのかなと思いますね。で、白も反撃ですね。ここで黒危なそうに見えるんですが、伸びを決めて、跳ねてった手がいい手でしたね。で、ここの黒が心配なんですけど、意外と曲がりを打って、 って。押さえて、これ絶妙に生きてるんですよね。これ曲がりに対して押さえるのは、まあこれが効いて、奥手があるんですよね。これに対して白遮れませんので、遮ると切られちゃうので。押さえるのは白がちょっと部分的に生きてないんですよね。次で。まあここら辺が効いて。 ちょっと攻め合いの問題とかがありますからね。ちょっと攻め合いがまずいと見たんですかね。これお互い生きてないんですけど、白も。まずいという判断ですね。なのでちょっと抑えれないということで、これに対して。まあ、飛びぐらいになってしまうので、これで黒絶妙に生きてるんですね。まあ、下がった時に、まあ、実戦で出てきますかね。もう少し後に出てくるんですけど。 下がったきににこれへこれれみでで絶妙に生きてるんですよねこれスペースが2つありましてぴったり生きてるのでこのシのギの読み切れすごかったですねでこれねよく見るとね白も危ないんですよねいつの間にか結構危なくなってるんですけどま切って しまして跳ねてここ白取られたらまずいですからねこれがどうなるかですねここのしのぎ具合がで結構ここに切られた黒も危ないので結構お互い危ないような状況にはなってはいるんですけどこういうわけのわかんないことになってますね で、こうなりまして。白、こちらに置いてきましたね。隅の具合もありますね。隅の具合もどうなってるかっていうのがあるんですけど。これは、隅は、黒は無条件では死なないですね。こうという形になりますね。どういうような状況になってるかっていうと、白が今切ったんですけど、例えば、 まあ黒からここが、当たりが取れになったら切る手があるんですよね。で、白はこういうふうに打って、まあこういう上下になった時に、まあ白からここに放り込む手がありますので、まあこういうようなこうになりますね。こんな狙いがありますね。で、ここに出た時に、 まあこれはちょっと利かしに行った手なんですけど、ここに打った手が最強の一手でいい手になりましたね。これは白の狙いとしては、押さえてもらって切ろうとしてるんですよね。で、これは次に2目取る手ありますので、こちらに打つと切って、あ、ここに出る手があるんですよね。で、黒が押さえれないんですよね。押さえると取られちゃいますから、 でに対して取りぐらいになるので、ここに出て結構、ここ突き抜いて白いきますので、これは大きな行なんですよね。だからこれが狙いなんですけど、この注文外した突きがめちゃめちゃいい手でした。これ反発がいい手になったんですよねで。ここで、まあ白もね、 まあ、ここで、こっち打ったんですけど、まあ、相場としては、まあ、結構この手が継がれて、あの、ちょっとマイナスになってまして、ここ相場としては、まあ、一手コスミつけて、この白石全体を守ってるぐらいが、相場ではあったのかなと思いますね。結構危ないんですね、この白。まあ、というのも実践進行見れるとわかるんですけど。 ここで白が手抜いたんで、これが外厳しかったんですよね。で、ここ打たれてみると、白が生きてないんですよね、これが。で、こちらに打たれて、これで、白が、 生きてなくて死んでしまったんですね。で、この後ももうしばらく打ち続けるんですけど、こういう風に黒に全部最強に取りに来られて、これもう一眼がね、できないんですよね。今中でという形になってて、もう一眼ができそうで、できなくて、 まあこう打ったんですけどここに打たれてこれ中でという形なのでまあ3目中でという形ですので白がまあこのあともうしばらく打たれるんですけど265手まで打たれてここで白が投了して黒中押し勝ちとなりましたこれはどういうことになってるかというと まあこの白石が全部取られてしまったんですね。なので。まあやっぱりここで結構な、はっきりとした差になってますから、取るも仕方ないのかなと思いますね。ポイントとなった部分なんですけど、ここで次手がね、勝着になったかなと思いましたね。ここで白がね、出てく手が無理なんですよね。出る手に対してはもう、黒どんどん出てきまして、こういう風に。なんか出てきまして、 あの、黒をここに跳ねる手がありまして、渡ってるんですよね、これ。なんか白がこういうふうに押さえた時に、かけ継ぎを打ちまして、ここにツげないんですよね。継ぐとここに打たれて、これ捉えていた黒石が復活して白石3つが捉えちゃうので、なので、これ、ほぼ渡って、 てるよような形な形んですよまあ、つまりこれに対して、まあ、この時にこっち受けないといけないんで、結局、渡れてるんですよね。なので、白が出てく手が無理なので、この次が勝着になったかなと思います。というわけで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価と。 チャンネル登録もよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました